んとなく意識してる人多くないですか？なんとなく意識してる人ね。これ基本的にはなんですけど、やめた方がいいかなっていうのが僕の見解です。そう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 。どうですか？こっちの方がちょっと楽だったりしません？この番組はからのスポンサーの提供だ。お疲れ様。はい、以上、日本一うるさい明けましておめでとうを、申し上げたところで、新年一発目の動画いきたいと思います。はい、マイスクリーム講師のデスノリサモンでございます。今日もよろしくお願いします。今日はですね、まあ、年も明けたということで、皆さん多分ボイトレ気合入ってるんじゃないですか。皆さんも年明けてフレッシュな気分で、多分やるぜっていう感じだと思うんですよ。だからね、今日はね、ちょっとガチッとボイトレの動画、お送りしていきたいと思います。題して、今すぐやめた方がいい発声習慣参戦みたいな感じになってると思うんですけれども、今回の動画ですね、最後までご覧いただくと、まず現状練習で行き詰まってしまっている人の、突破口にまず一つなると思います。あとはもちろん現状、結構うまくいってる人、順風満帆に、見える人っていうのも、あ、これはやっぱり大事なんだなとか、あ、意外とこれ良くないんだみたいな感じで、再度ね、振り返りっていうか、確かめ算みたいなものも、できるかなと思っているので、結構皆さんに、役立つ情報だと思うので、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。こんな感じでこのチャンネルでは日々、発声関係の話、ボイトレ関係の話、あとリアクション動画とか、音楽関係の動画配信しておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いします。はい、ということで、今すぐやめた方がいい発声習慣参戦、これまず前提としてお話したいんですけど、まあ倍によるわ。待って、まだ罰を押さないで、まだ右上だか左上だかの罰を押さないでほしいんですけれども、100% ではもちろんないです。ボイトレほど 100% って言えないものないから。うん、なので 100% じゃないんですけど、ただ僕ボイストレーナー結構長いことやってるので、大体のパターン分けっていうのは自分の中でできてるし、そういう人の対策っていうのは、まあ、ある程度パターンができてるんですよ。で、その中のね、パターンのほんの一部になっちゃうんですけど、基本的にはそれらに沿ってお話をさせていただければなと思っています。まずやめた方がいい発声習慣1つ目、鼻腔共鳴です。出たって感じですよね。よく聞きません？イニシエのワード、鼻腔共鳴。マジで、いや、もう神のカードだよ。ブルーアイズ3体を記念に鼻腔共鳴を召喚ってなっちゃうからっていうぐらいね、よく聞くワードだと思うんですけど、なんとなく意識してる人多くないですか？なんとなく意識してる人ね。これ基本的にはなんですけど、やめた方がいいかなっていうのが僕の見解です。説明すると、これは鼻腔共鳴はいいですよ。鼻腔に響くのはいいことですよ。いいことだと思うんですけど、さっき言った そのなんとなくっていうのが良くないね。なんこれが鼻腔共鳴かなみたいな感じでやるのは非常に良くないことが多いなっていう僕の経験上の印象なんですけど、ただの弱々しい声みたいな感じになっちゃってる人がすごく多いという印象があります。なんか変に鼻にかかってる、なんかはーみたいなとか、なんか変にちっちゃい声みたいな、そんなイメージでになってしまってる人が多いなっていう印象があります。もちろんその鼻に当てる意識があることによってうまくいく人っていうのも絶対存在するんで、もしそのご自身の発声が明らかにその気持ちよく出せてるとか、いい響きがある、楽に出せてるとかだったら全然いいと思うんですけれども、そうじゃないけどなんとなく鼻にはかけてみてるみたいな人は結構要注意かもしれない。でね、これさらに良くないのが、トレーナーさん側が脳死した状態で鼻に響かせる感じって伝えちゃってる人も、まあ中にはね、残念ながらいるみたいなんですよね。その万人に当てはまるメソッドって、ボイトレってマジでないんで、その人の特性とか、下手したらその生活習慣とかから導き出される何かっていうのが存在するので、鼻にかけりゃいいってもんじゃないんですよ。全然違うのね。なので、他のところからうちに移ってきていただいた生徒さんとかも、なんか前のところでは鼻にとりあえず当てろって言われてましたみたいな感じで、来ていただくことが結構あるんですよ。結構身に覚えがあって。で、大体そういうパターンだと、基本的にその声帯閉鎖が結構弱くて、地声がうまく出ないとか、全体的に少しこう喉が、キュッと閉まってしまってる状態。そんなイメージになってしまってるパターンが結構多いです。で、なのでそういうパターンの時はもう一旦徹底的に鼻から声を完全に抜いてったりするんですけど、まあそうするとやっぱかなり良くなったりしますね。よくあるパターンとしては、例えば息が吐けないとか、基本的に歌ってて苦しいとかね。で、2番以降、その歌の中の2番以降声出ないとかね。フレーズの最初が苦手とか、ちょっとこう、しゃくっちゃったりとか、これもよくあります。ね、ドギッとした方でね、いらっしゃるんじゃないですかね。あ、これ俺のことだと思ったらぜひコメントで教えてください。で、例えばなんですけど、これをちょっと普段の感じで、まず、あで追ってみてほしいんですよ。あー。どうぞ。はい。はい、ありがとうございます。これがじゃあ普段の感じだとするじゃないですか。で、次はちょっと口を閉じてみてほしくて、ちょっとこう、巻くようなイメージね。
リップクリーム塗るみたいな感じで、ね、うんってしまって。で、その状態で一回ハミング。さっきの、この一番下のボトムの音で、追ってみてほしい。で、その次は、から、口を開けて、ま、で、あに持ってってほしいんですね。で、そのあで追ってみるとどうすか。まあ、これでちょっといってみましょうか。どうぞ。どうですか、こっちの方が楽だったりします。こっちの方が楽なんだったら、こっちの方が、まあ当たり前ですけど、いい方向だと思ってほしくて、鼻には普段よりはかかってないかもしれないですね。あとね、まあいろいろ本当にいろいろあるんですけど、これちょっと結構僕のオリジナルなんで、ちょっと高度というか、ちょっとリアルのレッスンじゃないと、いろいろつかみにくいかもしれないんですけど、ちょっと一回やってみてほしいのが、鼻にかかってしまってる人って、リズムがすごく速くなっちゃってるパターンが多くて、要は焦って声出してるっていうような状態の人も多いんですよ。なので、まあ簡単に言うと落ち着いて声出してほしいっていうか、ちょっと遅れて入ってほしいんです。思ったより、0.5 秒遅れて。で、0.5 秒って長いですからね。めっちゃ長い、めっちゃ遅って思って出してほしいです。いきますよ。めっちゃ遅く出してくださいね。めっちゃ遅く。もうめっちゃ遅く出してみてください。そう。どうですか？こっちの方がちょっと楽だったりしません？っていう人も結構いると思いますよ。これもちょっと遅く入った方がなんかちょっと楽だった気がするなとかね。ちょっと普段と感覚違うななんて人は、今の感覚をヒントにしてみるといいことがあるかもしれないですよ。で、ね、あとね、多分100個ぐらいあるんですけど、紹介しきれないので次行きましょう。今すぐやめた方がいい発声習慣その2は、張り上げを恐れすぎてる。これなんですよ。で、鼻腔共鳴、そして張り上げ。これも、ブルーアイズ3体を受け。ねえ、よく聞くワードですけれども、張り上げは悪って、思ってる人多いと思うし、まあ実際そうだと思うんですけど、果たしてそうなのかっていうところもあるわけですね。張り上げ出るっていう話なんですよ。張り上げもできる人が張り上げを恐れるのはめっちゃいいと思うんですけど、張り上げできないのになんで張り上げ恐れてんのっていう人結構いるんですよ。これマジ。なんかさ、もう十分細いから、もういい、もうダイエットしなくていいから、もうそっからさらに痩せちゃうと健康じゃなくなっちゃうよみたいな。感じかな。例えるとすると。あのね、極端に弱い状態から、いい声の状態。デスボイスでもそうだし、ミックスボイスでもそうなんですけど、いい状態に持っていくのって、なんかむずいのよ。むずいの。なんか材料ないみたいな。材料がないですみたいな感じになっちゃうのね。削るものもないし、増やせるものもないみたいな感じ。なんかゼロに掛け算していくみたいな感じになっちゃうんですけど、でかい声な分には、マイナスをしていけるんですよ。作っていけるんですよ。材料が多すぎるだけだったりするからね。だから、意外と、張り上げを恐れすぎてて、なんか自分の歌しっくりこない、いい声出ないなって感じる人は、許容するってのも一個の手だと思うんですよ。もちろんね、冒頭にも言いましたけど、100% じゃないですけど、一個の鍵には全然なる可能性があるなと思います。で、張ることができてない人でも、結構張りやすいところで言うと、まあ、すごい絶妙なところで C シャープぐらいかな。C シャープ4番ぐらい。ここで、でかい地声を出してほしいです。出ますか？でかい地声。ガヤガヤガヤっていうさ、すげえうるさい居酒屋さんで、その声で店員さん呼んで、厨房の奥の方にいる店員さん気づいてくれますか？意外と腫れてないかもって思った人もいるかもしれないですね。で、そういう人がちょっとね、試してみてほしいのが、息いっぱい吸って、でっかいため息吸ってほしいです。息めっちゃ吸って、で、吐いて。これで結構息いっぱい吐けると思うんですけど、このノリで声出してほしいですよ。ピッチどこないです。どこでもいいです。どこでもいいです。はぁ、あ。高くてもいいですよ。はぁ、あ。どこでもいいです。ちょっと出してみてください。この時にあんまりスムーズに出なかったっていう人は、意外と腫れてない状態なのにもかかわらず、なぜか節約しに行ってるっていうパターンに陥ってしまってるかもしれないので、一旦でかい声出してみて。恐れずにっていう方向に舵切るのもありかもしれないですね。さあ、そして最後、今すぐやめた方がいい発声習慣その3は、発音をぼやかす。これでございます。あえて発音をぼやかしに行ってる人ってのはまあ少ないと思うんですけど、これ残念ながら日本人である以上、発音大体ぼやけてると思ってもらっていいですね。もう日本語のね、特性上、口 あんまり開けなかったりとか、なんかグダグダ喋ってても伝わっちゃうんですよね。だからもうどんどんベロの力とか
顎の力が衰えていって、だからね、この発声に必要なね、筋肉周りっていうのが、どんどんグダグダになっていってしまうんですよ。で、ね、これ、本当に誇張とかじゃなくて、7割とか、まあ、下手したら8割とかの人が、発音がちょっとうまくできていなくて、その結果、発声にあまりいい影響を及ぼしてないっていうパターンなんですよね。やりやすいところでいいので、あ、い、う、え、おって発音してみてほしいんですけど、じゃあ今度あといとおだけ発音してみてほしいです。いきますね。あ、い、いは結構口横にして、い、お、おは結構口縦にして発音してください。さあ、これ今3つ言ってもらったと思うんですけど、あがちょっと言いづらくて、まあ、あるいはまあなんか特に感想はなくて、いとおのどちらかの方があよりも言いやすかった、あるいは両方言いやすかったっていう人、ちょっと手を挙げてみてほしいです。で、そしたら次足上げてほしいです。はい、足は別にいらないんですけど、あの手を挙げてもらった人、ちょっと発音微妙いかもしれません。まあ、もちろん可能性なんですけど、ちょっと発音見直してもいいかもしれない。もう少しこう一個一個の子音母音をしっかりと発音していくっていう風に訓練した方がいい可能性があります。うん、今当てはまった人、まあそうじゃない人もでもそうなんですけど、ちょっと試してみてほしいのが、口開けて手でこう押さえてもらって、口をですね、こうやって、この状態でかきくけこの発音を、ここが動かないように発音してほしいんですよね。かきくけ、こ、顎が動かなければ OK です。ベロの力だけで発音できるかどうかってことですね。か、き、く、け、こ、顎を動かさないように発音してできないかなってちょっと試してみてほしいんですよね。これもちょっとむずかったなとか、特にい行とかね、むずかったなみたいな人は、これも練習してみるともしかしたら結構歌うまくなるかもしれないですね。はい、以上3つっていうのが、今すぐやめた方がいい発声習慣3選になります。何度も繰り返して申し訳ないんですけど、あくまで可能性だし、今ご提案した、まあ、エクササイズというか簡単な訓練方法っていうのは本当に一例に過ぎないです。レッスンではもっといろんなアプローチといろんな知見からいろいろやるんですけれども、多分この一連の流れをやっていただいただけでも結構なんか掴んだかもしれないとか、なんならちょっと発声変わったみたいな人も結構いると思うので、ぜひ今回の内容参考になりましたら、グッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、今日も魔法がお送りいたしました。2023年もぜひよろしくお願いいたします。ブーイテテ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